カはいるよ。次の信号左かな。
無事到着。無事到着したから終わり。ね。伝票渡してくるから。ちょっと久しぶり。疲れちゃん。なんか卵パンさ、3個入りの欲しかったんだけど、間違えて1本もの買っちゃった。普通のか。なんかちょっとなっちゃん体調崩しちゃったからさ、お弁当いいよっつって、今日はおにぎりも買ってきた。まあ、ちょっとね、あれちょっといろいろあって所存が休んでたんだけど、まあそれはまたそのうち話す。まあいろいろあるからね。電車のすりなきゃ危なかったね。心臓まだドキドキしてんだけど、本当本当怖いからやめてね。まあいろいろあったし、いろいろ考えるところがあってさ、うん、まあいいや、ちょっと1週間ぶり以上になるかな。またちょっと完全復活したらまた喋ろう。暑いね。なんか今日さ、これほら、オープンさんね。あ、やばい。天平映んないよ、ね。この棚の、あ、なんかやべ、角度が決まらない。あ、ほら。あ、どうすんの、ほら。あ、お化けつけるから。なんか棚の上にこう、プロちゃんセットしてやったら、これ棚がまずすげえ揺れるからさ、これ。ダイソーの300円、500円か。の棚で、ゴープロちゃんもこんなんやって、もう超グワングワン揺れてさ、やばいね、だから。試しにやったけど、これはもう却下だね。この場所はもう却下。この棚はやっぱ扇風機専用だね。もうこんな感じだからさ、ほら、卵パンも食べ終わっちゃう。よいしょ。まあでも、もう大丈夫だから。頑張ろう。ね、頑張ろう。だね、タオル。さっき窓拭いたからね。ん？そう。あ、いいや。ごめん、ダメだ。喋れないから終わり。ずっとだから今週さ、わかんない。今日はちょっとこれ久々に出すけど、ちょっと動画
出るかわかんないけど、ちょっと気長にみんなも見守ってくださいよ。して俺頑張るからさ。ね、振り返ったら笑えるんだろうね。うん、大丈夫。待って、なんかダメだよ、なんかしみったれて気持ち悪いからもう終わりね。帰りも道が狭いから大変なんだからね、ぶつけないように気をつけて走んなきゃいけないんだから。お母さん今週もご安全に、うん。